はい皆さんこんにちは村長です今日は youtube に質問がありましたイージーベースこれのことについてのご相談ですあまり youtube の解説の中でもほとんど触れられていないですのでずっと疑問に思っている方もたくさんおられると思いますそういうチップスを今日は3つお話ししたいと思います 村長ミュージックスタジオまず質問をいただいた方へのアンサーです。途中で4分の4が4分の3になったりもしくはもっと変拍子ですね6分の5とかですねそんなような特殊な表紙記号に変わる時 そういうのはどのように打ち込んだらいいかということです。多分、各お々のおの使ってらっしゃる DAW では皆さん勉強して分かっているんだと思うんですけれども、それを Easy ベースのトラックでどうしたらいいかということが疑問に思われている方も多いと思います。例えば、9小節目から3拍子に変わるとします。今、 9小節目にこのようにカーソルを合わせました。もう少し大きくしておきましょう。このようになりましたら、その時点でこのメジャーのあるところですね。えー、小説、白を刻んでいるところで右クリックをしますと、このように出てきます。ここでエディットタイムシグネチャーというのがありますので、これを選択します。すると、モードが 表紙記号を変えれるモードになります。ここでダブルクリックをしますと、このように新しい表紙を入力できるようになります。ここ4分の3にしてみましょう。前の部分をクリックして、そして3とかいう風うに入力します。すると、こっから後ろは全て4分の3になりますが、1小節だけとかっていうこともありますので、 今度はこの10章説明のところでダブルクリックをします。するとこのように次の表紙を入力せよということになりますので、ここを押して4分の4に戻すと。このようにすれば、こっから後ろはまた4分の4になります。この間だけ4分の3ということになります。今度は8分の6。 というようなものにしてみましょう。こちらはここで数字を選べれるようになります。8というふうにできますし、そしてここで6を入力できます。ただし、この分母ですね。分母はここにある部分だけしか変えれませんので、割り算をしてそれに合うように変えてください。それ以外のことはできません。その作業が終わりましたら、 右のところにバッテンがあります。ここで閉じればいいわけです。今先ほどまではダブルクリックをしていましたが、変えたいところをクリックしまして、ここのプラス、アッドタイムシグネチャーチェンジというのを押しても、このように新しい表紙ができるようになります。この表紙記号の変え方を覚えてください。はい。続きまして、次の練習は、 テンポを変えるときです。これもカーソルをその変えたいところに置きまして、右クリックをします。エディットテンポというのがありますので、ここでテンポを上げるときは、インクルーズという風にすれば、ここでこのように上げることができます。そして、例えば13のところに行きまして、ここでデックルーズというのを選びますと、 このように電波を下げたりできます。この上げ下げはこのように選択をしましてマウスで動かすこともできます。こういうことですね。このようにだんだんに下がっていくというようなこともできるようになっています。もちろん数字入力もできまして、隣が今166ですので、166という風うに入れると このようにできます。これが今日の2つ目ということです。また、バッテンで元に戻しましょう。今度はもう一つ、今このようにあるベースが入っています。このベースを置き換えるときに、リプレイスミディという風にして、そしてここで好みのものを選ぶというのは、 もう多分たくさんの YouTube 解説などでも皆さんも見てると思うんですけれどもこれではですねなかなか自分が今やってるものに近いものとかいうのを選びにくいですですからこういう時はどうしたらいいんでしょうか上の方でグルーブスを選んでおきますタブがこのように変わっていたらグループスを選んでおいてくださいそしてこの 今のパターンを選びまして、この MIDI のパートですね。三段このようにコードと、そしてアレンジパターンというかですね、この色のついている部分と、三つの部分がありますが、この一番下のところを右クリックしますと、ファインドっていうのがあります。この Find から、小シミラーグループスとでも読むんでしょうか。英語が弱いので失礼します。このメニューを 選びますするとですねこのノリに近いものが出てくるようになりますこのように類似するグルーブが出てきますので検索がとても楽ですもう一度復唱しますここののところを右ククリックして、 ファインドを選んで、そして一番上のメニューですね。これを選んでください。そうすると、今入っているグループと近いものが出てきやすくなります。今日は YouTube に質問がありましたので、それにプラス2つの事柄をお話ししまして、動画を作ってみました。ご視聴ありがとうございました。村長でした。